はい、皆様どうも、マフロです。はい、今日はですね、今賢者の方を上げてますので、フェイスの方で、ちょっとやってみたいと思います。練習も兼ねてね、まだ不慣れ、まだスキルも全然理解できておりませんけども、はい、ちょっとずつ慣れていこうと思いますので、もしよかったら見て、悪いとこあれば指摘してもらえばね、助かります。で、まあ見てちょっとでも参考になればいいですけどね。ピザ使っていこう。はい、まず賢者はこのカルディアタンクにつけてきますかね。で、タンクにバリア、こんな感じで始めましょう。賢者はこのエウクラシア、これをね、使うことで技が変化するっていうのが特性ですね。今普通に使えば簡単じゃなくて範囲回復なんですけど、このエウラシアを使ってから使うと、範囲バリア、あ、やばいやばいタンク死なせるわこの技バリアを、このエウラシアを使う、エウクラシア使うことによっていろいろ変化しますね。例えばこの攻撃魔法ドシス、これエウクラシア使った後だとスリップダメージの技に変化します。で、さっきのカルディアっていうのを、タンクにつけたと思うんですけど、賢者はこのつけた相手をね、自分が攻撃魔法とか対象の魔法を使うと回復するという特性もあります。あとね、タンクにこのバリアをかけて、このタンクがバリアを全部消費しきれば、右下に、右下というかマークが出てると思うんですけどね、ちょっとひし形みたいな、あれでこのトキシコンっていう技が今減ってると思うんですけど、範囲魔法が使えます。説明してる間に死にそうだわグラハちゃん。なのでタンクにはね、まあこのどんどんバリアをかけて消費してもらうのがいいのかな。あとこういう範囲魔法もあります、フレグマ。ただこれ回数、チャージ型なので回数しか使えません。そしてこれも範囲魔法、これは何かでも使えるのかな、ただ威力は控えめですよ、自分の範囲だし。ホーリーのスタンなし版みたいな感じかな。はい、進んでいきましょう。ていうかマリカ久しぶりなんだけど、クリアできるかな俺あんまり普段 ID 行かないんでね、ちょっと自信はありませんけど、トキシコン使って削っていきましょう。でバリアを張って消費してもらうと。どんどん消費してよ、消費するたびにこれが使えるからね。あとこれ以外もね、タンクにかけるバリアはあるんですけども、まだなかなか自分がそこまで理解できてない。これですかね、ハイマ、これもバリアだと思うんですけど、バリアプラス勝手に回復してくれるって解釈してますけど、いいのかな。あ、救出じゃない、ハイマリキャスト長いけど、かけといたらしばらくほっとける状態になるのかな。なかなか使い勝手がいい。
あとは単体のダメージを減少させる、だから回復するタウロコレ。賢者のスキル名前覚えにくいんだよな、全然覚えてないんだけど。タウラコレ使ってみましょう。タウロコレ、これ多分火ダメージを減少させる感じだと思うんですけどね。あと範囲で減少させたいときはケーラコレ、これだな。私だってやれるんだから。でこれを使って範囲バリアも張れます。エウクラシアからの、プロクノシス、範囲回復ですね。まあ基本はこのバリアだけでいけそうだけど、一応トケシコン使う菱形の上に丸のやつがあると思うんですけど、これはね瞬間回復どれこれとか、まあ栄称のない回復ですね、白とかでもあると思うんですけど、あれを使い、あれが使える回復回数ですね。はい、時間で回復するようです。時間で回復するか、このリゾーマタって使うの使えば、これも、ああ今使っちゃダメだ、これでも回数回復するのかな。まあリキャスト1分半あるけど、はい、ではこれやってみましょう。エウクラシアからのロシスでまずスリップを入れる。あーでもこいつのあれ覚えてないぞ俺。何してきたっけ。おう待って、いっそこれは範囲回復なのかな。ちょっとこの辺になると、あーやばいやばい、こんな攻撃だっけ。このピュシスっていうやつもね、ピュシスはメディカラーみたいな感じかな。徐々に回復もついてます。ただ1分に1回というあれがついてますね。このミニアルマジックを邪魔じゃん、お前。で全員にバリアつけときますか。タンクちゃんには個別でつけておく。あれホーリズムってなんだっけ。今俺使ったけどよく分かってなかった。まあ範囲回復っぽかったよね。ってことにしとこう。賢者ロスは事前にあれですよね、バリア張っとけるのがいいですよね。そういえばリンちゃん久しぶりだな。漆黒のフェイスでしか使えないから。全員バリア獲得よ。またか、頭割り多いなこいつ。そしてみんな散らばるの早いな。痛い痛い、何
ゃんと特性理解しようと勉強しようと思いながらも忘れてしまう。あ、もうスリップ完全に切れてる。スリップ入れとかない。給水だって。そうか、こいつ近く寄ってたらあかんのか。さっきバリアあるから普通に行けてたけど。あ、やばいやばいやばい、死ぬ、みんな死ぬ。危ないな。油断してたな。ちょっとあとちょっとだからって油断してしまったよ。悪い癖だ。あの時しこのあれって誰でもいいんですよね。自分で食らってもいいのかな。ああ、いけるっぽいな。今自分でバリア張って自分のが切れたら時しこ使えるよな。おう、自爆ですって。あ、倒した。みんなちゃんとフェイス避けてくれる。正体だと避けずに食らってた気がするけど。殴って殴って、よし。わざと殴らせる。あ、なんか来た。ちょ、お前、お前こっち来い。大丈夫か。大丈夫か。大丈夫だよ。やばいやばい、回復おろそかにしたら死ぬよ。トケシコンも一応逃げながら唱えれるからいいよね。瞬時発動型はやっぱ使える。あ、さっき満タンで使っちゃったけど、ここで、リゾをまた使って回復しておきましょう。そんな説明してる間にタンクが結構減ってる。アリゼちゃんなんでこんな食らってんのさ。まあいいや、普通に回復しとこう。結構これ近づかなきゃいけないんだよな、フレグマ。もうちょっと遠くから撃てればいいんだよな。トキシコンは結構離れてても撃てるんですけどね。まあ、一応全員かけたのか。やれるんだから。
なもうちょっと宝箱目立つようにしといてほしいわ。結構見逃してること多いんですよね。あとこういうところ降りるときでたまにギャーとか言う人いるよね。あ、いた。これ聞くの結構好きだったりする。めっちゃうめいてるやんみたいな。こういうとこでちょっと S の血が。いやー、あー間違えた。バリアしようと思ってどれこれ使っちゃった。ドルオコレ。名前覚えれねえ。もっと覚えやすい名前にしてくれればな。というか回復魔法は全部ケアルでいいじゃんと思うんだけど、全てで違うんだもんな。なんとなく覚えてた。たまにあれで吹っ飛ばされるのも楽しい。デストロイが単体か。これの後みんな吹っ飛ばしてくるよ。反対回ったら死ぬな。バケツ君に殺されてしまう。そんなにデストロイ痛くねえな。軽減なくてもいけそうだけど一応かけとく。これで吹っ飛ばなくなる。ああ、なる。剣術魔有効だった。デストロイ 回数多い。まああんま強くないからいいね。トキシコン稼げずにし、壊れた。バケツくん壊れちゃった。ああ、バケツくん結構好きなのに。さて、あと3ボスか。間違えた。
やべ。リンちゃんやられちゃう。あ、もうない。そんな使ったっけな。行くわよ。なんでこんな食らってるんだ。こいつの攻撃そんな痛いのか。ちょっと舐めすぎた。痛いじゃないか。もうちょっと強くなんねえかな。まあ贅沢か。壊せるか。リビルドマネージャー。壊せ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 。相手がでも攻撃してくれないと時しこん使えないんだよな。スリップだけ入れときますか。みんな真ん中狙うくらい。いける。いけるね。あえて攻撃してこない。一方的だからね。マニッシュがなんか使えたの。バニッシュって聞くと11を思い出して、そして食べてる人いたよね。内藤物語だっけ。内藤伝説か。11も懐かしいな。まだやってんだよね。一応 PC もあるからできるっちゃできるんだけど、もう14やってから11、ってなるよな。システム的な問題でね、やっぱり。だって14の方が便利だもん、絶対に。こいつどんな攻撃だっけ。全体攻撃って今なんだっけ。あ、これか。この光のやつは4方向にあるから端っこ行くっていうね。これは真ん中に集まる。真ん中から外側へってやつね。思い出したわ。一応全員でバリア貼っとくか。で、
この執行でこの羽からも同じことしてくるんだよな、順番に。そうそうそう、なのでこの端っこ最初の方はこれでよく死んでた気がするな。そういう意味ではちょっと余裕ができてるのかな今って。気持ちに今の技か全体攻撃軽減しなきゃダメやん。これはタンクの技。軽減しなくてもそんな食らわないし、いっかってなっちゃう。で、フォーリズムってなんだっけな。フォーリズム。私だって揺れるんだから。どこだ。やばい。あ、これか。何あー、火ダメージ軽減もついてるのか。そうか。じゃあ全体攻撃の前にやればいいよ。あーちゃん、前か。食らってから追撃を防ぐ感じでいいのかな。まあいいか。ああ軽減ない。もう連続で使ってくんなや。うざいな連続で。しもた。避け方が浅かった。死ななくてよかった。レベル上がったぜ。79になれたのか。よかった。なんかマテリア使えるし、あ、作れるし、作っとこう。はい、賢者はこんな感じでいいのかな。はい、なかなか忙しいですけど楽しいジョブであると思うので、よかったら皆さんもやってみてはどうでしょうか。はい、それでは今回はここで終わっておきます。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。ではさようなら。